方々、サンビーサです。ステージお願いします。大きな拍手を。さあ、このサンビーサなんですが、スプラウトエンターテインメントとファッション雑誌ドリームガールズから誕生した関西初なんですね、ダンス&ボーカルグループのサンビーサです。ぜひ皆さん応援をよろしくお願いします。それではよろしくお願いします。こんばんは、サンリーサです。まず自己紹介からしていきます。さくらです。中学3年生の15歳です。チャームポイントは笑うとできる意地悪エクボです。ふうかのばっかりやん。テープロよろしくお願いします。レナです。中学2年生14歳です。2部はちょっと友達が来てくれてるんで頑張っちゃいます。頑張って。さくらも友達いるよ。まいやです。小学4年生の9歳です。今一番ダンスで頑張っているのはクランプです。よろしくお願いします。めっちゃかっこいい。昨日サンタさんにお手紙を書いて、サンタさんがちゃんと来てくれるかドキドキのみなみです。ミーミーって呼んでください。ミーミー、かわいいな、ほんまにかわいい。まゆかです。小学6年生の12歳です。最近ハマっているドラマは素敵な選択肢です。よろしくお願いします。さくらはディアシスター好き。あいこです。小学5年生の11歳です。趣味はお菓子作りで、クレープとか、ケーキをたくさん作ってます。アイリンって呼んでください。よろしくお願いします。アイリンすごいな。さくらもちょうだいな。ハッピークリスマス。イエーイ。モナカです。小学5年生の11歳です。お母さんと一緒にクリスマスケーキを作りたいなって思ってます。よろしくお願いします。作り方教えて。ナオです。小学5年生の11歳です。好きなキャラクターはポニョとディズニーツムツムです。よろしくお願いします。かわいいな。さくら、ラプンツェルが好き。ふうかです。中学1年生の13歳です。好きな食べ物はうな重です。よろしくお願いします。すごいな、いちごやで。2部もさっきの1部と同じ特別バージョンでやるんですけど、まだ見てない人は楽しみにしててください。で、一部も見てくれた人、おぉイエーイ、ありがとうございます。では、スタンバイします。よろしくお願いします。